ございます。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はきつねうどんを作ります。まずお鍋にお水を入れてうどんつゆを作ります。だしじゃこと昆布の粉末を作っているのですが、これを入れます。そしてこれに味を足します。出汁を出します。10分炊きました。そしてこれに市販の4倍つゆです。これは4倍つゆの出汁出します。色を見ながら出します。味見をします。美味しいです。だしはこれで完成です。きつねを作ります。まずお砂糖を大さじ1杯からもう少し甘めが好きな人は1杯半ぐらいです。そしてみりんを大さじ1くらい入れます。そしてお醤油を同じくらい入れます。そしてこのままだと焦げてしまうので、お水を少し足します。これで蓋をして、4分炊きます。うどんの出汁を温めて、うどんを入れます。つゆが沸いてきたので、うどんを入れます。とぐろ昆布を入れて完成です。美味しいですよ。ぜひ作ってくださいね。